誰さんこんにちは、ななぎでございます。さてさて、本日やっていくゲームが赤ずきんは何も知らない。こちらはまあノベルゲームみたいな感じのものになっておりまして、作者様がどういったこういうものさん、なんかノベルゲームのコレクション、まあ、自分で作って、まあ、それを配布されている方になるんですけれども、まあ、大体プレイ時間が15分とかそのぐらいで終わるような短編のもので、2つのエンドがあるみたいなので、まあ、どっちも回収していこうかなって感じで、今回はやっていきましょう。よろしくどうぞ。さあ、始めから。赤ずきん。今回はあなたが赤ずきん。おばあさんの家に行ってらっしゃい。お土産にワインとケーキを持っていきなさい。寄り道をせず、まっすぐ進むのよ。お見舞いが終わるまで、決して帰ってきてはいけないよ。それと、嘘つきな狼には気をつけなさい。調査員、村に行くのはこの道か？山奥には地図にない村がある。そこに伝わるのは赤ずきんと名付けられた謎の風習なの？びっくり。君は、今は赤ずきん。今？そうだよ。まさかここで赤ずきんに出くわすなんて。赤ずきんの村は本当にあるってわけか。代替わりしてるってこと？これはフィードワークも早く終わりそうだ。赤ずきんと会話をして情報を集めよう。君はどうしてここに？おばあさんの家に行くの。おばあさん？病気だからお見舞いしなきゃだって。それを君一人で？そうだよ。だって赤ずきんだもん。赤ずきんは、職業というか、毎回それこそ担当が決まって、うさつきな狼に騙されて代替わりしてるっていう感じなのかな。そっか。子供一人でもう歩かせる、本当にただのお見舞いなのか。それに赤ずきんだからという言い方にも引っかかる。あなたは誰？こっちか。俺はしがない調査員だ。この辺りの、植物かとか調べに来た。喋られへんかった。植物とか調べに来た。しがない調査。あまり理解できていないみたいだ。かなり幼いのか？もしかして、ねえ、もしかしてあなたって狼なの？え、違う、こんなに耳が大きいのに。耳？これは日よけ用の布だ。目も大きいよ。これはゴーグル。目はこっち。大きな口もある。それはスカーフな。じゃあ狼と違う？よっぽどものを知らないんだ。狼のこともよく分かってないらしい。なおさらこんな子供一人で山を歩かせるのは危険だと思うが。お見舞いについて。お見舞いにはよく行くの？赤ずきんはよく行くよ。私は初めて。おばさんに会ったことはある？ないよ。だって赤ずきんだけがおばあさんの家に行くから。え、運ゲーってこと？つかへん赤ずきんも。あ、そっか。え、でもさ、赤ずきんちゃんって本来の赤ずきんちゃんやったら、お家に行くときにおばあちゃんが狼に食べられて、おばあちゃん家に行って狼に出くわすからおばあちゃんを守るために行っているのか、狼、そのおばあちゃんに会いに行くまでに狼、嘘つきの狼に騙されて赤ずきんという存在が消されていっているのかって感じなんかな。一種の儀式の、そうやな、なんか言い方的にそんな感じよな。妙だとしか思えないな。赤ずきんしか行かないってことは、おばあさんはいつも一人なのか？多分。
ああ、病毒。呼び方合ってるかな。の老婆一人で生活できるものなのか。普通の赤ずきんちゃんってさ、風邪ひいたおばあちゃんみたいな感じやったんかな。普通の赤ずきんちゃんも普通に一人暮らしやったよな、多分。あんまそこまで詳しく知らへんけど。隔離せざるを得ない感染症のため、たった一人だけ看病に向かわせている。だとしても看病を子供だけに任せるか。親は？パパとママは今日は仕事の、仕事？村の人はみんなお仕事。お花に水をあげたり、お日様に当てたりしてる。村には家族という文化がない。いや、おばあさんとも言っているし、赤ずきんの親族というよりは、村から見たお年寄りのものという意味合いが強い。あるいはこの子が孤児のため、父母の話に反応がなかった。いずれにせよ、口減らしの可能性もある。おばあさんの病気は？おばあさんが病気だなんて大変だな。村の人たちも心配してるんじゃないか？お薬とか病気が良くなるものを届けるのか？お薬？赤ずきんはね、ワインとケーキを届けるの。そう考えたら病気じゃなくない？もう、狼に食われるための贄が。の可能性が一番高いよな、なんか。おばさん、病気なんだよな。中身まで俺の知ってるワインとケーキかは微妙だな。そらそっか。もしかしたら、もうおばあさんは食べられる、その狼に向かわせて、そのワインとケーキで殺すみたいな。狼を処分するため。で、それに失敗した赤ずきんちゃんが代替わりしてるみたいな感じかな。赤ずきんがカゴを手放したら調べられるんだが、帰り道は？帰り道はちゃんとわかるか？帰り知らない。ああ、もう、見えやん、完全に。え？何も言われてないから、それは君が困るんじゃないか？なんで？え？帰れないと、ほら、お腹が空いたり、いろいろと。赤ずきんはワゴン行っちゃダメなんだよ。お見舞いできないと、恥知らずって言われるの。ほう。狼は出る？山に狼は出るのか？赤ずきんを連れてっちゃうの。赤ずきんだけ？君は狼が怖くないのか？怖いよ。お見舞いできなかったら村が困るから。村が。お見舞いができないだけで村が困る。おばあさんっていうか、なんか神みたいな感じなのかな、やっぱり。おばあさんが村の有力者、あるいはその親族。それだけ村内で看病されるか。それだと村か。で、村で看病されるか、あ、い、か、看病されるか。わざわざ村の外に住まわせる意味は、巫女、信教関係、あるいは口減らしのための方便。頭痛いの？え、ずっと怖い顔してるから。ああ、考え事をしてただけだよ。大丈夫。そっか。赤ずきんって、君以外にも赤ずきんがいるの？いたよ。やっぱ過去形やな。でも前の赤ずきんは良くなかったんだって。お見舞いを成功できなかったってことか。どうして？ちゃんと、ああ、お見舞いできなかったから。多分、狼に連れて行かれた。村にとっておばあさんへのお見舞いは重要な意味を持つようだ。そしてそれを赤ずきんに担わせる。赤ずきんのフードケープは野外向きの作りじゃないの。儀礼の衣装にしては作りが雑な部分がある。だが綺麗に赤く染めてあるな。赤く染めてある。赤は狼などの野生動物には認識されにくい色。しかし、狼を避けるためなら、もっと木々に隠れるような色でも使えそうだが。なんか犬も言うよね。赤色は認識できないって。狼もそうなんよ。犬かか、あれも。何？
ああ、そんなに赤いとよく目立ちそうだなって。なんで赤なのか村の人に聞いたことはあるか？赤ずきんってすぐわかるから。確か目印になるって。目印ね。誰かが赤ずきんを見つける必要があるってことか。それはおばあちゃんが、それとも狼が。まあ子供一人だと森の中で迷子になりそうだしな。どこから来たの？調査の人はどこから来たの？この山から少し離れたところにある町だよ。町。家やお店がたくさんあるところ。楽しくていいところだよ。マフィアの噂があることは言わないで、それは言わねえ。アップルパイはあるの？あるよ。好きなのか？お祭りの時だけ食べるの、甘いやつ。そっか、お祭りがあるんだな。でもね、お祭りの時、大人の人ちょっと怖くなる。え？大きな声を出したり暴れたり、それはテンション上がっとんちゃうか。アルコールでも入ってんだと思う。でっかいムカデなんていないのにいるってずっヤクがずっと言ってたの？それは怖いな。祭りだし酒で酔っ払ってってこと。せっかくの祭りなのに子供嫌な気分になるよな。あのね、内緒だよ。怖いって言ったら怒られるから。ああ、内緒だ。調査の人も誰かのお見舞い？仕事だ。説明するより見せた方が早いかな。薬草とかなんかな。キラキラいっぱいある。鉱石か。これ触ってみるか。いいの？ああ、こうやって持つと色が変わるんだ。赤ずきんちゃん、超かわいい。走って走ってやりたい。おお、持っていく。どうなん？キラキラー。おい、あんまりはしゃぐと、ほら、言わんこっちゃない。はい、とこけました。大丈夫か？痛くないか？これは。傷口が開いたのか？そういうの、こけただけの傷じゃなさそうよな。なあ、そこの怪我って一体。ああ、これ？赤ずきんになったから。お見舞いを放り出さないようにって。盗難防止のためか。お見舞いのためにそこまでするのか。何か裏があるだろう、これ。よし、まず応急処置は済んだが、できれば医者に見せた方がいいな。村にお医者さんは？お薬作る人？いるよ。赤ずきん、今のままだと歩き続けるのも良くない。一度村に帰った方が。お見舞いちゃんとやるまで帰っちゃダメなんだよ。そんな。でも痛いだろ？村の外にずっといても。それにこんな状態で狼でやったら逃げられないぞ。確かに。あ、でもね、漁師さんがいる。漁師？狼やっつける人。まずいな。漁師ってことは銃を持っているのか。山の中に罠が仕掛けられた形跡はなかったが、そうか、漁師がいるのか。俺が山に入り、赤ずきんと接触したことを知られたらどうなるか。どうしたの？頭痛いの？いや、大丈夫だ。まだ肝心なことは何もわからない。ここで何も知らないまま逃げたら多分後悔する。赤ずきんが持つ過去を調べたいが、何か気を紛らわせるものを。なあ、向こうの花は持っていかないのか。お花？ああ、おばあさんに綺麗な花を見せたらきっと喜ぶよ。でもお見舞い届けなくちゃ。村のみんなも喜ぶよ。ほんと？ああ、たくさん集めて花束にするともっといい。わかった。騙したのは心苦しいが、これも調査だ。誰かがこちらを見てる。あれが漁師か。よそ者を監視しているのか。予告編はなさそうだ。お花、お花。こうして見るとただの幼児だな。カゴの中を調べた。ケーキというよりはビスケットに近いか。ワインは普通とは違う匂いがする。なんか入ってそうやな。わずかに何かの結晶が浮いている。飲むのはさすがに危険。あれ、これは手紙。去年のこと深くお詫び申し上げます。つきましては例年より多くの方をご用意しました。今年出荷する赤ずきんは無知に仕上げたので、
逃げ出す恐れはありません。今後ともどうか良い関係を。やっぱ生贄なんや。まさかこの中身、乾燥したが入っている。乾燥した歯が入っている。この歯、特徴的な歯は可能性として濃厚なのは違法薬物の取引。手帳の文面から人身売買があることが確定。赤ずきんの村は薬と子供を外部に行って村を運営している。結末、ここで選べんねや。まあ、どっちもやるので、とりあえずおばあさんの家に向かい真実を暴きましょう。なあ赤ずきん、うん、おばあちゃんの家、おばあさんの家の家への道はよ、ちゃんと覚えているか。うん、赤ずきんにおばあさんの家への道を教えてもらった。いくつか水印があるらしい。ねえ、花束できた。うん、そうだな、青い花を探すといい。その方が綺麗だ。はーい。青、赤ずきんと一緒に行くわけじゃないんや。一人で行くんや。念のため薬物は処分して、ワイン瓶は武器になるか。とにかく今のうちに。七山羊飼いでいいんかな。え、お前が今から会おうとする相手だ。村から姿を消したはずのマフィア、違法薬物の取引、人身売買、連中のやりそうなことだ。どうして教えてくれたんだ。あんた村側の人間じゃないんですか。そうだな、赤ずきんの真相は村の人間全てが知っているわけじゃない。子供生産担当の村人には何も知らされてない。生産担当って、帰ってこない子供は狼に食われたことになる。あ、狼が悪いんじゃないのか。そして無知な村人は外への恐怖を強める。毎年子供が帰ってこないんだろう。さすがにおかしいと思うんじゃ。生産担当の村人は薬物で知能が低下しているからな。そこまで考えられないようにされている。それは子供に影響が出るんじゃ。だから会っとったんや、あの祭りでムカデがっていう話は。ああ、お前も赤ずきんと話して思ったんじゃないのか。随分と物を知らない子供だと。理髪ではない方が七山羊飼いでいいのかな、が喜ぶらしい。簡単に商品にできるからヘドが出そうだろう。なんで貝が村を支配しているんだ。10年ほど前、災害と不作が重なり、村に明日はなかった。そこにつけ込んだのが村では貝の連中だ。やつらの資金源になる代わりに食料を流通してもらった。じゃあ貝がなくなったら村は貧しい生活に逆戻り、最悪は滅ぶな。俺にいろいろ話したら村への裏切りになるんじゃないか。もうとっくに裏切ってる。いろいろと見てきたんでな。なあ、去年赤ずきんが逃げたのも町に赤ずきんの村の噂が流れたのも、もしかしてあんたが。タバコ吸うか。怖。いや。お前が山に入ってきた時、騙すか脅すかして連れて行って貝に乗り込んで、お前は玉よけにでもしようと思った。うわやわ。勝手にテリトリーに入った俺も俺だけど、お前赤ずきんの怪我を手当てしてやっただろう。ああ。お前を何も知らないまま死なせるのもかわいそうだなと思ってな。ああ、だからいろいろ教えてくれたのか。待て、俺死ぬの確定なのか。マフィアとやり合って生きて帰れるとでも。う、冗談だ、手は打ってある。村からくすねた薬を連中に渡してあるからな。そろそろ我慢できなくなって楽しんでるところだろうよ。もうすぐ着くぞ。あそこがおばあさんの家だ。あ、ちなみに今引き返したらお前の死体ができるだろうな。赤ずきん、あんな子供を食い物にする組織があるなんて許せるわけがない。
立派なコテージ。調査員と漁師はおばあさんの家に向かいました。家には7人の子ヤギが白い粉を楽しんでいました。家の中からはご機嫌な子ヤギたちの歌が聞こえてきます。今年も赤ずきんが来る。何も知らない赤ずきん、何をする？赤ずきんで何をする？金持ちに渡すのさ。子供が好きなお金持ち。今年はいくらで売れるかな。ああ、何も知らない赤ずきん。おばあさんなんていないんだ。何も知らない赤ずきん。あ、なんかむせてる。炙りすぎた。煙がひどいぞ。あっという間に火が回り、小ヤギたちは逃げ惑います。煙で視界が悪くなり、頭がうまく働きません。だから、調査員と漁師は次々と小ヤギたちを手にかけました。手がかかりましたが、あっけないほどに夢みたいに簡単に命を奪えてしまったのです。なんか、あれ、なんかどっちを信じていいかわからんなってきたぞ、これ。でも、その中の一人だけ誰にも気づかれずこっそりと逃げ出したのでした。あれ？ちゃんと道の通りに進んだのに、おばあさんの家どれだろう？赤ずきん。おばあさんの家はあっちだ。よく頑張ったな。うん。これで赤ずきんを保護してもらえる。両親の言う通り、目印を移動させてよかった。帰ろう。煙を吸ったせいか、異常に興奮していたのだけを覚えている。でも俺は確かにこの手で人を、仕方なかった。ああしないと他の村、町や、じゃあ村や町が被害に。暗算されて他にどうしろって言うんだ。下手に逃げたら漁師に撃たれてた。いや、でも俺は自分の意志で赤ずきんより先におばあさんの家に行こうとして、だから俺はきっと漁師がいなくても、ダメだ、うまく思考がまとまらない。無理にでも寝ないと。来た。こんな時に誰だ。お前だね、可愛い子ヤギたちを殺したのは。翌朝、町の噴水広場には腹を裂かれて中に石を詰められた死体が置かれていたのでした。おしまい。結局漁師も殺されたんかな。だから一匹逃げ出したのが母ヤギやったのか、まあ、小ヤギ一匹だけ逃げ出してお母さんに言いに行ったか、どっちかやね。結局調査員は死んだけど、これ続きからにしたら、ああ終わった、セーブがあったのか。ちょっと初めからにして全部飛ばした状態で赤ずきんの分岐まで飛ばしていきましょう。はい、では飛ばしました。ではどっちがバッドエンドなのか。でも結局こっちやったら調査員がバッドエンドにもなってしまったから、ちょっとそのあたりが分かれへんけど、トゥルーエンドってあんのかな。まあ今回は赤ずきんを連れて行っていきましょう。赤ずきんをおばあさんの家に行かせちゃダメだ。絶対良くないことが起きる。かといって村に返すわけにもいかない。赤ずきん、どうしたの。お見舞いには行かない方がいい。え、今すぐこっから逃げるんだ。できるだけ遠くに。どこに。どこにも行けないよ。私はね、赤ずきんじゃないと意味がないから。ん、
ずっとそんな風に言われてきたのか。きっと長い間村の人に洗脳されてきたんだ。今すぐに考えを変えるのは難しいか。あのね、大丈夫だよ。え？この先に何があるのかわからないけど、赤ずきんは村に帰ってこれないの知ってるから。それに何も悲しくなんてないよ。村の役に立ってるんだから。でもそれの意味が分かってないってめっちゃ怖いよな。そうじゃないんだ。役に立つとか立たないとかじゃなくて、何もなくったって生きていていいのに。多分今すぐ赤ずきんの気持ちを変えることはできない。だったらもう俺が狼になるしか。君の気持ちはよく分かった。ただ残念なことにそろそろ雨が降ってきそうだ。え、大変。早く行かなきゃ。やめておけ。きっとひどい雨が降る。ケーキもダメになってしまう。そんな、どうしよう。大丈夫。一旦雨宿りすればいい。おばあさんの家には雨が上がってから行けばいいさ。お見舞いをその後にすればいい。うん。雨はいつ止むの？きっとそのうちきれいに止むよ。これで一旦は言いくるめられる。いつまで赤ずきんに嘘が通用するかもわからない。急いで町に行こう。あ、この人が結局これでどうなるかじゃない。漁師さんだ。え、まずいな。赤ずきんを連れて逃げ切れるか。雨が降りそうだな。うん、雨宿りするの。そうするといい。近いうち山火事も起こりそうだ。え、山火事って？ああ、雨宿りしてから教えるよ。こっちの会話を聞いて乗ってくれた？結局この漁師さんはちゃんとこっち側の人のいい人なんやな。うん。それにしても山火事ってこの時期には起こりにくいが、まさかこのあの人が火を。いや、それより早く町に行こう。赤ずきんは山から話し続けないと。それから調査員は赤ずきんを連れて村に戻りました。町か。に戻りました。町には雨が降りました。ちょっとの雨でしたが、きっと山はひどい雨だというと、何も知らない赤ずきんは信じるのでした。そのまま調査員は赤ずきんを引き止めるために嘘をつき続けたのです。嘘をつき続けたのです。日本語。ねえ、雨が上がったよ。お見舞い行けるかな？やめておけ。雨の影響で道が崩れてるってさ。こうなると山を歩くのは危ない。そんな。そのうち工事で道も治るさ。そうだ。今日はどの本が読みたい？ねえ、もう随分経つよ。山の道は治ったかな？まだ危ない。町長に聞いたんだが山火事があったらしい。わあ、大変。火事は怖いからな。もし町で火事が起きたら誰を呼んだらいいでしょう。わかるよ。火消しの人。この前お魚のつまみ食いで奥さんに送られてた。そっか、つまみ食いは良くないな。でもね、美味しそうなものはしょうがないと思う。クッキーとか美味しいんだもん。なんか幸せそうやな。幸せだってほしいな、このまま。ダメ、そんなこと言っても今日のおやつは出ません。今日の分まで昨日食べちゃったのは君だろ。う、明日はちゃんと守れるか。うん。これは？上着、ずいぶんボロボロになっていただろう。新しいのを買ってきた。いいの？ああ、そろそろ寒くなるしな。サイズは問題ないと思うが、ほら、着てみてくれ。あら、わ、素敵。これ大好き。毎日着ていくね。こうして、山には大雨も土砂崩れもなかったこと、村が燃えたことも、村を支配した組織が遠くに去ったことも、赤ずきんと調査員を見逃した漁師が組織に攻撃を仕掛けたことも、漁師は組織の報復で亡くなったことも、自分がかつて赤ずきんという名の生贄だったことも、何も知らない赤ずきんは赤ずきんじゃなくなりました。重ねた年月と同じ生活はもうお見舞いのことも埋もれさせました。赤ずきんじゃなくなった子供は幸せになるのでした。お前のところの同居人の様子はどうだ？おかげさまでもうすっかり赤ずきんのことは忘れてますよ。きっとそのうち俺がいなくなっても普通に生活を。え、なんか怖ない？それはどうかな。
忘れ薬を使ったんだろう。急に服をやめれば離脱症状が出る。それに欠けた記憶を嘘で埋め合わせ続けないと精神が不安定になる。お前もよく知っているはずだ。お前の薬学の知識を買ってうちの組織に入れたんだ。ん？邪魔になりかけないガキと同居を許したのは忘れ薬の臨床試験をするためだから、そういう約束だったよな。え、どういうこと？怪異壊滅の取っかかりを作ったことには感謝してる。ただそれだけで全てを見逃してやれるほど甘くはない。一度口にした言葉にはちゃんと責任を持つことだ。ん？はい、では2個目の赤ずきんを連れて逃げるの方は、一応赤ずきんちゃんはハッピーエンドではあってんけど、まあそれの赤ずきんちゃんを守るためのその調査員の上司としてしっかりあの人をまあそういう人だよっていう認識を取っていいのか、それとも会員の人に脅されてる感じなんかな。まあとりあえず薬系の知識があるからこそ赤ずきん、いやでもそれはね、赤ずきんちゃんを実験台にするためにあの人が赤ずきんちゃんを連れてきたってわけでもなさそうやし、あの人に知識がなくて同じようなことをしてる、横流しとしてやってるのであれば知識がある方がおかしいし、まあ赤ずきんちゃんはこれからめんどくさいガキをまあかくまってあげる代わりにそいつを実験台にしろよっていうただの上司なのか、それとも何かに脅されてしまっているのか。まあでも壊滅はできて、でも村が結局どうなったのかっていうのはあるけど、別に村もいいところではなかったしね。まあ赤ずきんちゃんは幸せになれたトゥルーエンドと、赤ずきんちゃんのために犠牲になってしまった調査員、まあ、結局何もどっちの結末もどうも知ることはできなかった赤ずきん、最後まで何もわからない、何も知らなかった。まあトゥルーエンドでこれから幸せになってくれたらええが、結局赤ずきんも役付けになってしまったってことを考えると、なんかちょっと微妙、嫌やな、ちょっと嫌やなっていう感じではございますが、はい、2つともねエンドが見えてよかったかなと思います。これからもこんな感じのね、ちょっと考えさせるようなノベルゲーがもしあればやっていこうと思っております。まあ概要欄の方に他の人の考察とかがもしあれば、まあ、また書いていこうかなと思っております。ちなみにこれで考察とかがいろいろあるのかな、考察はバッと見た感じなんかありそうな感じではないから、うん、何よりも転ぶ赤ずきんちゃんが可愛いってめちゃ書かれてる。まあどっちが犠牲になるかっていう感じではあったけど、まあ、赤ずきんちゃんは救われてよかったねっていうことしか言えないかもしれないです。またこんな感じのノベルゲーがもしあればまたやっていこうと思うので、またよかったら見に来ていただけたら嬉しいです。ということで本日この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。他にも朗読とか最近載せてるので、よかったらいろいろ見てみてください。ということで、はい、なのー。